どうもお疲れ様です。2月27日に、今月のテーマのね、白菜をそろそろまとめていこうかと思います。まずね、ホワイト菜、白菜の市場最安値はいくらだったかってことなんですけども、これ実はね、5日ほど前に 0.000585 円ということで、市場最安値をつけてるんですよ。むちゃくちゃ安かったでしょ。まあ市場最安値って言っても上場する前が一番安かったんですけどね。私たちが認識できるようになって一番安かったのが5日前ということで 0.000585 というね、とんでもない低価格です。もうただ同然ですね。で、本日はこちらの方にありますように 0.00746 円ということなんで、その5日前に比べると 1179.49% も爆上げしてるってことになりますので、このね、1000% の上昇っていうのがね、たびたび起きるのがこの白菜なんですよ。で、逆に白菜の市場最安値はいくらなのかなってことなんですけども、一番安かったのが、これも2ヶ月ほど前なんですよ。わずか最近ですよ。2023年12月16日。この時は 0.2 円をつけまして、わー高くなったなーっていうところを私も覚えています。まあ、この時はね、皆さんに白菜なんていう通貨あれ紹介してなかったんですけどね。で、2月14日バレンタインデーなんですけども、実はね、一番高かった時の半値まで戻した時がありました。これが 0.1211 円で、この時はもう放送してましたよね。で、ここで大きく利益確定をした方がいらっしゃいました。連絡はしてくださったんですけども、どこで決済したかはまあ教えてくれませんでしたし、まあこういうことはね、聞くもんでもないかなっていうところでございます。やっぱりね、自分だけがスムーズに取引できる取引所っていうのは、やっぱこっそりね、隠しておきたいもんですよね。またね、これね、知らせたところで、リスクがあるんですよ。どんなリスクかっていうと、その、こういったね、マイナーな仮想通貨の取引所って、まあ、経営環境とかの変化とか、あとね、資金が急になくなったりとかして、潰れることがあるんですよね。で、潰れたら、もちろん、そこに入れていた資金っていうのは、返ってきませんから、紹介したがゆえにね、恨まれることにもなるんですよ。だからなかなかね、ここがいいよ、あそこがいいよって、なかなかね、紹介しにくいんですよ。で、硬い取引所っていうのは、それはそこで自分だけがね、知っておきたいんで、またね、人に紹介しにくいってところもありますので、まあなかなかね、難しいところがありますよね。で、私もね、ここだったらいいんじゃないかなっていうところはあるんですけども、どうしましょうかって悩んでるところです。まあ一応インドダックスとかバイビットぐらいはいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ今回は以上です。